こんにちは、マセン 64K4 です。今回はドラゴンボールドッカンバトルのランク280記念の動画をやっていきたいと思います。でですね、まあどうだろう、270から比べてどれぐらい変わったかどうか、まあ、結構育成はしっかりするように心がけています。最近どうすか、気に入りから。で、新しく出たキャラですね、このセルは確定30連ガチャで出しました。この18号はもともといたキャラがいて、それをちゃんと仕掛けてここまでしましたね。見た目結構好きですよ。だいぶ。悪い女系ね。このキャラは見せたかな。で、あと、それくらいかな。あと、このベジータさんを、まあ一応 UR までやりました。ご飯も育てられるところまで育てましたね。あと、この、天下一武道会報酬の方のガチャだね、もう UR まで行きました。結構カテゴリーが多いので、まあ、使える場面が来るのかなっていう感覚はあります。巨大化カテゴリーちょっと使ってみたいかなっていうのはちょっとあるんだけど、これがメダルか、覚醒メダルが足りてないので LR にまだできてないけど、ここまでやりましたね。あと、このベジータもここまでしましたね。これも確かカテゴリー5ゼロある。大工か。結構巨大化キャラいるね。そしてこの辺お気に入りにしてないっていうね。巨大化キャラ結構いるな。で、次ですね、このフリーザさん何体か当てました。結構全開放したのかな、当たりすぎたっていう。あと GT ベジータ、ここまで育てましたね。進化できるやつは進化させるようにしました。ちょっと時間が空いてるときに。それぐらいかな。あと、このブーカ、今日はブー系が多かったな。1ですね。で、ついさっき当たったこのピッコロ大魔王、パッシブ結構使えんじゃねってちょっと思いました。しかも復活戦士だしね。復活戦士の血染めの時にこれ使うと結構ありなんじゃないかなって今少し思ってます。あと、このキャラもう当たりました。強いのかどうかはまだ定かではないけど、でも神次元と復活戦士のカテゴリー持ちなので良さそうだね。あと、パッシブ気絶あるから
なかなか使えるんじゃないかなって今思いました。レビア当てましたね。これはどうなんだ。カテゴリー今のところついてないけど、うん、まあなんとも言えない。進化させた時にどれぐらいの幅を利かせるか。マイさん、意外とお気に入りにしてない。そうね、くらいですかね。いい力。このブルマ、これは関係ないか。ここをちょっと育てました。っていうか持ってるものをすべて投入しました。あとこのセリパさんがを進化させて、結構パッシブが使えたのでたまに使うときはあります。大乱戦だっけとか。結構カテゴリー多いんだね。あと大魔王か、進化させました。結構あるんだな、天下一武道会系ってカテゴリーが結構多いんですね。でこの GG ベジータさんとかね。はい、次はタイですね。ついさっきケール当たったんだよね。このキャラもさっきやってみました。確かもう一枚あったはずなんだよな。なかったのかな。ないかもしんない。あるよね。2枚持ちなので後で解放しようかなと思います。振り袖18号さん、まあ、こんなところですかね。はい、ということで、チームはそんな変わってないと思うけど、一応、元気玉悟空の力のやつはこの感じでやってますね。詰め込んでますね。まあ、このタイプは結構相手によって染められるので、まあ、いろいろいじくっております。で、あ、間違えた。これが、天下一武道会用で使ってました。ブローリーで全体、左下のベジータで全体と、あと5点で木玉作って、みたいな感じですね。で、あとは、右の純粋のベジータさん、キラキラベジータさんが連続攻撃の右下のベジットはカウンターと連続攻撃ですね。で、まあ、悟空は回復と。あとは、全属性持ちなのでという感じですね。これは血染めなんですが、セルですね。セル用に使っています。いました。これは純粋パーティーかな？最近これは使ってないけど、負けないパーティーなイメージはしますね。これは言わずもがなの復活戦士パーティーですね。すごい楽です。はい。まあ、ちょっと変わってくるかもしれないので、
染め方で、復活戦士の SSR 結構当たったので、地染めの時は地染めとかね、まあ、ちょっと考えていきたいかなと思っております。神次元パーティーま固定なんですが、ウィスがいるので、ウィス入ってきたりとか、まあ、いろいろと変えてくる可能性はあります。まあ、そんな感じですね。はい。で、今後どんな感じでやっていくかというと、まあ、今まで通りかなーっていうのと、どうですかね。ボスラッシュ、ここまだクリアしないので、5をいずれまたやっていってクリアしていきたいかなとは思っております。うん。まあ、そんな感じですね。普通の覚醒メダルキャラとかはほとんど動画として上げているので、まあ、特に何かやりたいかなっていうのはありません。はい、ということで今回はドッカンバトルのランク280記念動画でした。よろしかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。じゃあね。ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。